どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。小本です。はい、1週間ぶりでございますけども、まあ先週はねちょっと違う場所からお送りすることになりまして。そっか。そうなんです、先週は騒音問題で、会議室からだったんですけど、今日はまあいつも通り静かなもんですね。そうですね、木は全部伐採したっぽいんでね、こっちからお送りしますけど、大丈夫ですか？なんか体調崩してたらしくて。先週本当はね言わなかったんですけど、大熱があったんですね。いやもうね、勘弁してほしいんですよ、相方としてはね、うん、まあしょうがないですけど、このなんていうんですかね、この冬3回目風邪ひくの大丈夫か、もうそのそれ大丈夫なって思って。いや病院行きました、ちゃんと行きました。でもまあまあ、じゃあ大丈夫は大丈夫だとしても弱ってはいるし、ちょっとふと今日来るとき考えたら、うん、だってそんなに風邪ひくことないでしょ。まあ引くことちょっとあるとしても連発でとかない。じゃあ何かと思ったら、やっぱその大丈夫 R1 とかじゃない、大丈夫その知恵熱的な、今までやっぱのんきに言っても僕が全部ねネタも書いてますし、楽させてもらいましたよ。初めて自分でまあネタを考えて一人で舞台に出る、まあ僕もね一人で R1 出ると相当緊張しますから、しんどくなりましたもん。ちょっとこれ熱なんじゃないかって1回戦の時なかったけど思うようなぐらいの重圧あるでしょ。それもちょっとあるんじゃない、やっぱ。それはない。それあれよ、もうちょっとぐらい、それはそれはそれであれよ。意外と大丈夫だった R1。 死ぬほど緊張、3年前に1回ぐらい出たことあるから、はいはい、その時はマジで風邪ひいたけどじゃあちょっとあるんじゃない、そのダメージ的には。その意外とない。山源さんとこだし、出番の近く。じゃあ R1 関係なく普通に体調を崩してるわけです。気をつけてくださいね。まあ、あと咳しすぎてもう喉がやられてしまうた。いやまあまあまあ、炎症を起こして、はい、確かにちょっと今日声もね、その、なんていうの、鼻声じゃなく、なん本当に喉が咳でやられた声になってますから。そう、咳して炎症を起こして、さらにそれ炎症のせいでまた咳が出るっていう変なスパイル。風邪はもう治ってるんですか。なるほどね、まあ、エロもないし。確かに咳だけ偉くてしんどくもないってことね。しんどくもないし、急にエロ出てきたらわけわかんないですから。エロないし。いやいや、方言ですかそれはね。偉いが風邪ひいたら。いや偉いって、こっちの人で言う偉いはふんぞり返ってる偉いになりますから。しんどくもないっていう、ね、しんどくない。まあまあちょっと声はでも言ってもね、まああなたはその芸人屈指の喋んなくてもいい芸人とはいえ声がね命ではありますから。命じゃないけどな。まあ命じゃない唯一の芸人ですけど、うん、まあ一応ね気をつけてくださいね。一言も喋らん日あるしな。全然ありますけどね、ネタも含めてもう斬新すぎますけどね、うん、ネタ含め、ちゃんとお仕事があって一言も喋んないで帰る芸人なんてもう、いや本当に、ね、斬新すぎますけど、うん、楽屋も含めですからね。楽屋も含めですか別にネタ楽屋行き帰り打ち上げ含め一言も喋んない日ありますから、うん、家でめっちゃ喋る。知らねえよそんなのは。もういいよ、内弁慶だけ。内弁慶すぎるんだよもうそんなの。内弁慶とも言わねえよそんなやつ別にクズ人間でただのまあまあ、ね、ちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれませんけど、ね、そうですね、来週までにはしっかり張ります、なるべく張りますと思いますし、はい、R1 がねありますから、まあ先週も話しましたけど、うん、2回戦の日程決まりまして、僕ら2人とも1月22です22日の金曜日に、出ますんで、これがアップされてる時の次の日、要は明日ですんでね、明後日、まあ、これ撮ってる段階であさって放送されてる時は明日なので、まだ間に合いますので見に来てほしいですね。東京 FM ホールってね、そうなんです、ちょっと東京 FM のとこですか。東京 FM ホールって言うんですかね、確かに僕らも行ったことないような。いやあそこだよ、行ったことありました。東京 FM、 東京 FM にホールがあるんですね、うん、あそこであるの全然僕も知らなかったですけど、ちょっとでかいとこらしいんでね、まあまあちょっと緊張しますけど、だからなおね、より一層頑張るためにも応援に来てほしいですからね。まあ2回戦になるともう本当にね、面白い人集まりますし、うん、前回 R1 1回戦変な人がたくさんいるみたいな話しましたけど、うんうん、やっぱりその R1 が一番変な人多いなと思って、 M1 とかキングオブコントに比べて総じてそうじゃな。これ何かと思ったら R1 って調べたら、うん、1回でも準決勝に行ったら A 級シードなんですよ。そう、 A 級 A 級に今のところはね、 A 級に2回戦から行けるんですよ。要はまあ、準決勝毎年ね、それは同じ人にもなりますけど、うん、新たに増えるわけじゃないですか、セミファイナリストは、うん、その人たちはもう1回戦出ないんで、どんどんまともな人は減ってって、なるほど、だから余計だからこそ1回戦C3PO で割烹するみたいな人がどん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 えりすぐられてくるわけ。だから僕らも1回は準決勝になんとか残らないと。そうじゃな、ずっとあそこであの地獄の門をくぐり続けるわけ。このシーズンもちょっと面白いというかね、うん、だからなんですよ、だって R1 が一番変でしょやっぱり。へへへへ、M1 とかも1回戦確かに一般の方とかいろんな人いますけど、うん、群を抜いて R1 変ですから。へへ、本当に30組ゼロ笑いですからね。めちゃくちゃ変な人多い。だから僕らの日もその後ね、会った人に聞いたら見てる芸人さんもいて、うん、その R 藤本さん
と吉本ね、R 藤本さんとR1 の申し子みたいな人、まあ、ピン芸人の方ですからR 藤本さんが能見総さんと話してて同じ日に見てたらしくて、うん、誰と話した、いやそうなんですよ、いや1回戦変だったなって言うけど R 藤本さん思いっきりベジータのネタやる人ですからR 藤本さんと能見総さんなんてお前らもまあ変だわ変だぞっていうねピン芸人なんてまあ往々にしてそうですけどね、うん、なんでまあまあ2回戦からは面白い人たちたくさん来るんで、そうですね、負けないように頑張らなきゃいけないんですけど、あと1つ準決ぐらいは行きたいな、いやそうですね、いやいやもうそれは上を目指して頑張りましょうよ、うん、せっかくですからね、なのでねぜひ見に来てくださいね、いろいろやります、まあ、僕は次ぐらいで多分戦線離脱するでしょうけどね、いや大丈夫ですか、なんかあのしっかり固まってます、いや固まってますよ、やることは一回戦と一緒です、固まってるけどただ撃沈する可能性があるというだけ、そう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 、まあ、だからフルスイングして撃沈する可能性なんか山ほどあります、だからね去年から1年間ずっと R1 戦略会議みたいなやってきて、こっから急に僕が頑張るっていうことになる可能性ありますからね、なんでもなく、なんだとか1年間っていうねことになる可能性はまあ十分にあります、ね、でも本来はそれですからね、まあまあそうですけど、うん、本来はやっぱ頑張ったやつが上に行くんですよ、ね、頑張ってないやつは落ちるそれはそうなんですよ、人生そういうもんですから、うん、まあまあ頑張りますんで2人ともね、うん、応援来てくださいお願いしますというのと、激震ですよ、激震が始めましたよ、なんすか、いやもう大激震、女子サッカーのね、うん、原ちゃんが引退したんですよ、うん、昨日ちょっとこれを撮ってる昨日ね、うん、引退発表したんですよ、26歳ですよ、若いんか、いや若いですよ、全然若い、まあ女子だからもうちょっとね男子よりは若く引退する可能性ありますけど、全然バリバリやってます、去年のベストイレブンに選ばれてるんですよ、なのに日テレベレーザの原ちゃんね、ブチラジに前大前ですけどゲストに来てくれて、可愛くてね、それで考えたんですけど、ブチラジに来た人結構引退してない、なんかその、言える言えない含め、うん、結構言えない方もいますけどね、今振り返るとスポーツの人結構来てるでしょ、うん、たまたまというかいろんなコネもあり、まあ、原ちゃんに関しては僕が好きっていうことでね、うん、読んでいただいたんですけど、でその原ちゃんも引退して、まあ、いろんな引退した人がこのなんかですかね、マジのジャンクスポーツというかそのマジジャンクスポーツでしょ、そのこっちこそゴミにしていくちょっと本当にね飛躍してほしい、みんなにもうちょっと、うん、誰も来なくなりますから、そうだ、なんか引退率高いでしょ、縁起が悪すぎる、そう簡単には引退しないような人を呼んでるはずなのに結構引退してますから、うん、これはちょっとね結構活躍されてた方でを呼んでるんですよね、来てますよね、そうなんですよ、まあだからにもかかわらず、まあいろんな事情があるんでしょうけどね、原ちゃんも含めそうなんでしょうけど、うん、まあまあマジジャンクとしてね、何するんかな、いや何するかは分かんないですけどね、まあまあ結婚とかするのかもしれないですしね、全く分かんないですけどね、まあいろんなことあると思いますけど、まあ懲りずにまたゲストの方呼びますんでね、うん、ぜひお願いしますというのと、あと一つ告知なんですけど、はい、ちょっと前半から言っておきましょう、今日発表できることがありますので、タイタンライブの20周年記念ライブなんですけど、お、出演者がわりかし決まりましたので割かしまだ全部確定したわけではないんですけど、決まったのでちょっと発表させていただきますね、はい、2月11日木曜日と2月の12日金曜日に、タイタンライブ20周年記念ライブがあるんですけど、はい、11日の方はシネマはありません、劇場の方だけですね、はい、六本木の EX シアターでありまして、はい、12日はシネマもありますんでね、はい、これちょっとややこしいんですけど、うん、11日の方が、18時からになっておりまして、出演者が爆笑問題、永井秀和、日本エレキテル連合、うん、ウエストランド、うん、そして今日発表ですけど、猫に鈴、お、宮下楽、お、瞬間メタル、お、というタイタンメンバーに今のところなっております。なるほど、そしてゲストがブーマン&プリンプリンさん、松村邦弘さん、お、ナイツさん、すげえ、パペットマペットさん、厚切りジェイソン、お、メープル超合金さん、ハライチさん、そして今日初出しの情報としてアンジャッシュさん、おお、すげえ、これはすごいですね、他は豪華ゲストとなっておりますんで、まだ決まる可能性はあるということなのでね、こっちは映画館ではないので、ぜひね六本木のEXシアターに来ていただいて見ていただきたいと思います。そして12日翌日ですね、シネマある方がですね、はい、爆笑問題、ユリアリク&日光猿軍団、お、日本エレキテル連合、ウエストランド、そして脳みそ、お、そしてゲストがパックンマックンさん、インスタントジョンソンさん、東京03さん、つぶやき史郎さん、アンガールズさん、流れ星さん、他豪華ゲストと、なっておりまして、こっちはシネマがあるので、いつもやってる企画のこの後シネマライブというね、若手が出る、うん、本編の前に映画館でのみ見られる映像の方にですね、うん、松尾頭前初女さんとシティホテル3号室とグリーンマンションが出るということになっておりますんでね、
かなり豪華ですからね。豪華っすね、やっぱり、何度も言ってますけど我々は両方出るので、はい、要はネタを2本やらなきゃいけないんで、僕らとエレキテルと爆笑さん永井さんは両日、永井さんは1日ですね、1日、僕らとエレキテルと爆笑問題さんは、両方出るのでネタを2個やらなきゃいけないのでね、頑張るしかないんですよ。いやいや、もう嫌ですよ、ネタ作ってね、雪も降って、うん、今日はまだいいですけど、ブチラジの日に雪なんか降ったらもう最悪でしょ、うん、そのクソブチラジかって絶対絶対思うでしょ、ブチラジごときでいや、その話じゃないんですけど、ちょっと前にTBS ラジオ の、うん、宮崎さんっていう、もう本当に統括してるようなね、ジャンクのいろいろやられてる方と、うん、越崎さん、越崎マジックって言われてる、カーボーイとかはやられてる、カーボーイ聞いてる人はよく知ってる、ね、名前がね出てくると、日本放送の、うん、オールナイトニッポン方面なんですけど、宗岡さんっていう岡村さんのオールナイトニッポンとか、うん、オードリーさんのオールナイトニッポンやられてる方と、石井さんっていうね、三四郎さんのオールナイトニッポンゼロとか、アルバンドピースさんのやられてる方と一緒に飲んだんですよ。それすごいよな、すごいですよ、局の垣根を越えてる飲みに呼んでいただいて、うん、僕と三四郎の小宮さんとさらば青春の光の東口さんのメンバーで飲んだんですけど、うん、それでまあこびへつらっといたんですよ一応ね、うん、そのお願いしますよみたいな、それはもうやってる、ラジオやりたいのみたいな、いえ、うん、めちゃくちゃやりたいですよ僕らそんなね、うん、みたいな、河本君やりたいと思ってんのみたいな、いいんですよ あいつは僕の中にあんだからみたいな、まあ、結構言って、うん、あいつの意見はいいんですからもうお願いしますよみたいな話をして、なんか話してる時に、うん、まあ越崎さんとかブチラジも聞いてくれてるんで、あ、そうなの、というかまあみんなね、なんとなくブチラジというかなんかをやってるというのはみんなうっすら知ってくれてるんですよ、その勝手に配信はしてるらしいですよみたいな、でだからやってるらしいっていうのは分かってくれてる、で TBS ラジオと日本放送の方両方いますから、うん、まあコビの売り方がむずいんですよ、そのなるほどな、どっちにコビ売っても角が立つというか、でラフターナイトっていう僕らも出してもらったやつも、うん、やってるスタッフさんなんで、そうだな、いやよかったっすよラフターナイトは最高の番組っすよねみたいな言ったら、日本放送の人飲んでてよみたいな、うん、こっちもお笑い有楽町とかやってるぞみたいなことになったり、その、うん、いやいやそっちもいいんですけどみたいな、そのコビ売るには一番屈指のなんですか、むずい状況であったんですけど、まあコントみたいなとこあるんですけど、状況が良すぎて板挟みになって、そうなんですよ、なんでどっちにコビ売ってもみたいなとこあったんですけど、まあどっちでもいいんでお願いしますよみたいなこと言ったら、うん、向こうの方がいやいやでもいいじゃんウエストランドブチラジがあるじゃんみたいな、僕自然といやいや勘弁してくださいよって言ってましたからね勘弁してくださいよみたいな、さらっと言ってましたから、やっぱそういう気持ちで臨んでますからね、いやそりゃそうですよ、だから雪の時はもう叫びますよ、うん、ブチラジがーってそのクソがーってはっきり多分言うと思いますよ、だって正直だって お金は発生しないですからねまあまあまあそうですけど、ここをねステップアップしたいわけですよ、もちろんここ大事な場所ですけど、だから両局に媚び売っときましたんで、いやほんまに何かしら始まる可能性があるんでね、皆さんからもなんかそういう雰囲気作りがこれ大事ですからね、今年こそはなんかちょっとそうですね、多分両方に言えば大丈夫でしょう、そんなね、うん、大丈夫でしょう、とりあえずせえや、そうっすよ、いや取り合いどうしますみたいな感じで僕話進めてたんですよ、一か八か、そしたらふとやっぱ気づく人がいて、え、なんで取り合いみたいな感じしてんのみたいな誰も両方言ってましたよ、誰もウエスタンドが取り合ってないよっていう話をしてましたからなんでまあまあもしかしたらね、お世話になることあるかもしれませんので、お世話になりたいですね、ちょっと皆さんもね応援というかなんとなくのプッシュを、うん、いいんですよね、もうツイッターとかでも何でもいいですからね、もう送ってくれてもいいですし、人体改造とかやりますよ僕、まあラジオやらせてもらえるならね、なら、本当にこんなにねフットワークの軽いやつはいないですからね、うん、インプラントとかやりますか、それいいじゃねえか、お前が得してんだよ別にそんなのは何なんだよそのリスキー、リスキーでしょ、サシマをインプラントにするんですよ、リスキーじゃねえよ、もうそんなテイストでやらせてくれねえよ絶対、お前もなんかどっちか抜くとか前後の歯を、まあ僕の場合2列ありますからね、うん、誰が喜ぶんでそれってなんで1個抜いたらラジオやらせてくれるんだよで、なんか変態プロデューサーみたいなまあね、ラジオの人なんて変な人ばっかりですから、そう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 、なんてこと言ったら誰も始めさせてくれねえよ、やばいやばいやばい、なんでね、ぜひ皆さんね、はい、これも聞いてくれてるかもしれませんのでね、よろしくお願いします、歯全部抜いてプラモデル作ったりしよう、なんでその歯限定でなんかやるんだよお前はもう企画でまあね、何やるか分かんない、歯でガンダム作ろうやてかそれなんで、お前の歯でまずラジオだから意味がさっぱり分かんないから、もうそのいたたたたいたたたたたみたいな、こことここをつけてみたいな、翼ができたぞじゃないんだよ、もうわけわかんないからそんなこと言ってもね、ウイングガンダムかな、いやいいよ別にガンダムの種類は、なので皆さんよろしくお願いします、それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ、今日のブチラジまずはこのコーナーからです、普通オタのコーナー、普通のお便りを紹介するコーナーなんですけど、はい、今日はちょっと、なんか
先週言った野々尻先生でちゃんと改善されたやつはいるのかというのに対するメールが何通か来てるらしいので、が何通か来てんすよ、まあさすがにあんだけ言ってるんでね、改善されたやつもいるんでしょう、うん、ちょっと行きましょう。ブチラジネーム4800個のモバイルバッテリー、まああったなそんなこともね。井口様、前回のブチラジでお礼をしてほしいとおっしゃっていたので今回はお礼をいたします。おー、ちゃんとね、改善されたんですね、うん、去年私はダイエットがしたくてもできない、私はダイエットができない病気だとわけのわからない理由をつけて野々尻先生に怒られました。そりゃそうで、一番どうしようもないやつだからな。それからというもの、私は学生の身であるにもかかわらず、うん、親に頼み込みジム通いを始めました。なんかちょっとおかしいけどな、そのいいのかな。体重の落とし方、筋肉のつけ方を学び、毎日井口様から罵りを思い出し、自分に喝を入れています。お、少しずつではありますが痩せてきています。これからも罵りで人々に恐怖で怯えさせ、ストレスで痩せさせてください。応援しております。ご清聴ありがとうございました。捉え方違うよお前、おい何してんの、全然違うよ。恐怖で怯えさせてるわけでもないし、すね、うん、かじんなよマジで、うん、学生だろ、ダイエットなんて金かかんないから走れって道を、まず道をな、全然できてカッコつけてんだろうが、ジム行くなよ。だから楽しようとする気持ちを捨てろって言ってんのに、まだなんかそういう気持ちがあるんだよ結局は。ジムはちょっと楽しとる気する。そうなんだよ、走れまず、金がないなら勉強、走る、食う、寝る、それだけでいいだろお前の選択肢は。コマンドそれだけで、それだけのアビリティで戦ってけよお前は。ダメだこいつは、やり直し、やり直しや、もう一回野々尻先生に送ってきてください。余計クソになったな、余計クソになってます、はい、親に迷惑かけないでください。本当にそれ一番最悪ですからね。ブチラジネーム頭の血管ゴリゴリ、いたな。井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。3ヶ月ほど前に野々尻先生で井口様に、猫背で姿勢が悪いので受験の面接の時に減点されないか心配ですという内容でありがたく罵っていただきました。そんなあったっけ、覚えてねえよもうそんなやつ。実はそのおかげで当日は面接官から態度がいいね、立派だねと褒められ、お、医学部医学科に合格することができました。そんな立派なやついんの。とても感謝しています。これからも立派なソルジャーになれるように精進していきます、よろしくお願いします。医学部入った、ブチラジのやつが。やばいよ、やばいな、マッドドクターになるよこれやばいよ本当、日本の医学がもう一気に、日本の医療大丈夫、猫背が治っただけでポテンシャル高すぎるだろこいつそうなんだよ、もともとの。だから結局怪しいなこいつも、ちょっとでもこれ嘘じゃない、嘘っぽいな、やり直しなんとなく嘘なのでやり直し、嘘っぽいからやり直し、ちょっと送ってこいよじゃあ医学の話を、怪しいから。医学の具体的に何やってるか送ってこいよ。そんな何、医学部なんとかが、医学科怪しいな、いかにも僕らでも書けるもんなさそうだな、やり直しできてねえじゃないか結局ブチラジネーム忘れました、覚えてけよ何で送ったか忘れてんだ、いろいろやってるから結局その時に。井口さん、河野さん、こんばんは。はい、こんばんは。以前なんて名前で送ったかも忘れたし、やっぱりか、確か性別も逆にして、野々尻先生に大学に行きたいけど勉強したくはないと送りました。もう嘘ばっかりじゃねえかよお前、本当にあの時の返せよ時間、マジでこっちが野々尻ってね改善してやろうと思ったの嘘だったのかよ、だから嫌なんだよ、やっぱ医学部も嘘じゃねえかよ。じゃあこれ嘘っぽいな、そうなると。どんな風に罵られたか忘れましたが、それ以来勉強するようになりました。何も覚えてないじゃないかこいつこいつ何にも覚えてないじゃないか、だとしても関係ねえし、覚えてねえなら関係ねえじゃねえかよ。おかげで学年順位が90位くらい上がりました、ありがとうございます。嘘だろうがその時のテストによっても違うし、もう大前提として嘘つくなお前ら本当に全部嘘3枚、なんだよ意味ねえよこんなコーナー、じゃあもう送ってくんな、俺なんか嘘くせえから。本当にちゃんと改善してくれた、ね、人だけ送ってきてくれたらいいのに、うん、怪しいな。あのやっぱ言われましたけどね、ブチラジぐらいだと、あの三拍子の久保さんとかいろんなラジオ聞いてるけど、うん、あのリスナーのメールを疑うのはブチラジぐらいだって言ってましたけど僕ら疑いますからね、その、うん、全部受けてすごいねよかったねって言うと思ったら大間違いですよ、大間違いや、そう簡単には信じないですからね。それでたとえ僕らが信頼を失うとしても疑い続けますからね、うん、怪しいんだよ、ね、腹立つし、そのな怪しいんだって、こいつ元々のポテンシャルが高えんじゃが、だまされたわとはならん、ならないですよ、嘘つけってなりますからねバカ嘘つくなバカがよ、見えはんだよいいよっていうスタンスですから、そのどんどん怪しんでいきますので、本当にちゃんとねその証拠というかあれば信じますけど、怪しいんだよな、どうも公開収録来たやつももう今半分死んでますから、ね、だから怪しいんだよあれも全員、150人いたかどうかも怪しいもんですからね、スリと
スリでその会場来とんねん。スリしたお金で会場入ってきとんねん。スリ多すぎるだろいくらなんて。でもまあこれからも疑っていくんでちょっとね、ちゃんとしたやつをお願いします。以上ふつおたのコーナーでした。続いてはそんなことあります？あります？このコーナーですね、僕の口癖でもあるそんなことありますという嘘のような本当の話を送ってきてもらうというコーナーです。いきましょう。ブチラジネームマカロニ。エレベーターに乗っていて誰かおならしたなと思っていたら自分の口の匂いでした。そんなことあります？時々信じられないぐらい時ありますからね。あるな。何なんだろうこれっていう時はね、ブチラジネーム死ぬこと以外かすり傷改めすぐ気にします男。改めすぎだろ。真逆のことじゃねえか。河本さん、井口さん、河本さん、スタッフの皆さんこんばんは。はい。ラフターズナイト行きました。間違えた。ラフターナイトでもなんでこいつかすくな。違うからもうわざとか嘘っていうかね、本当か知らないけどラフターナイトね、そこでウエストランドの女紹介しろというネタを見てたところ、隣の女の人の携帯にブチラジステッカーが。そんなことあります？その人が綺麗で声かけられませんでした。あーまあね、あるかな。なんか聞いたら、それラフターナイトやってる人に聞いたら結構やっぱその河本さんかっこいいみたいな、なんかアンケートみたいに書いてあったみたいな言ったんで、そのあそう、とりあえずその越崎さんにブチ切れときましたけど。だから多分関係ないが越崎さんにブチ切れといたら多分 TBS で始まんないっすよ。ふざけてジャンク全滅じゃん。もジャンクの人たちにブチ切れといたんでね。やめえって。だって腹立つんでね。ブチラジネーム赤坊。天才河本さん、イグリン、こんにちは。腹立つな。普通にどんどん舌打ちするラジオになってる。舌打ちはいけって。腹立つな。会社に向かう朝一の電車でめっちゃ綺麗な人が問い面に座りました。キャッ、目が合っちゃった。さらに帰りにも同じ人が問い面に座りました。おうひょー、ラッキー。なんとそれが5日連続で続きました。それが今の奥さんです。そんなことあります？嘘ね。そんなことはありません。ありません。ブチラジネームマリオネット。腹立つな。こいつも腹立つわ。もうなんか今週どいつもこいつも腹立つな。なんだろうな。マリオね、お母さんですからね。井口さん、河本さん、スタッフの皆さんこんばんは。こんな名前するからお前忘れるんだよ本当に。言っとくけど入ってこん名前が。先日控え室で一回り年下の中学生の女の子と待機していた時のこと、時間を確認しようと何の気なしにスマホを見たら、終始無言を貫いていたにもかかわらず勝手に起動したSiriにうんこと話しかけたことになっており、はしたないことはやめてくださいと叱られました。そんなことあります？状況が意味がもう全然わかんないんだよ。なんでこれ名前のせいで入ってこんし。もう先日控え室で。なんのだよ。なんのな。なんだよこいつ。女子中学生と一緒になる控え室って何。そう、意味がもう全然わかんないんだよ。もうちゃんとしたやつをね送ってきてください。意味がわかんない。あとブチラジネーム固定しろってお前らもう、なので皆さんよろしくお願いします。全員腹立つな。全員腹立つな。全員腹立つ。聞いてるやつ全員腹立つ。腹立つな。なのでどんどん送ってきてください。以上そんなことありますのコーナーでした。続いては罵り先生。このコーナーですね、罵り先生こと僕が皆さんの失敗を即興で罵ることでその失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。マジでそのろくなやついないんで、その、聞いてくれてる人は愛してますみたいなこと一つもないですからね。ブチラジ聞いとるやつ腹立つ。腹立ちますからね。ブチラジ聞いてるやつマジで腹立ちますから。ウエストランドのファン腹立つ。腹立つ。行きましょう。ブチラジネーム鹿。なんでそれ。もうだからマジで動物とか食べ物とか安易なのやめろよ。漢字一文字やめろ。まず漢字一文字と僕の家族やめろ。もう名前につけんな絶対に。ののしり井口さん、こんばんは。なんか中途半端呼び方すんなよ。私はペットボトル飲料を最後まで飲まない癖があります。飲めよ。なんでだよ。サイズいろいろあるだろうが。というか何のサイズの飲み切らない癖があるんだよ。わかんねえんだよ。どうせ500だろうからそれ上まず。先日2週間前のお茶を寝ぼけて飲んでしまいお腹を壊しました。冷蔵庫に入れとけまず。あと好きな食べ物は卵です。もう関係ねえんだよ。どうかこんな私を罵ってください。だから情報量が少ねえんだよお前。何なんだよこいつは。何リットルかも分かんないし、2週間前のお茶を寝ぼけて飲んでしまいってどういう状況なんだよ。全部枕元に置いてんだろそういうやつは。うん、何なんだよこのその生活。量つかんけちじゃん結局。出た。そんなやつばっかりじゃねえかよ。ダメな時のニコニコ量の、ニコニコ量に住んでる時の量つじゃねえか。
まず捨てるとこから始めろよ、ペットボトルは。ためがちではあるけどな、気持ちはわかるけど、それは捨てろ。飲み切らないと本当にね、もう鬱陶しいことなんだよ。確かにこれはなるから、ちょっとずつ全部捨てていかんといけんけん。でそれ結局不安なのが出てんだよ。不安で、なんか大きめの買ったりとか、うん、ちっちゃいサイズのもあるのに貧乏症じゃん。でパックのやつだと飲み切らなかったらどうしようと思ってペットボトルを買うくせに、結局飲み切らないまま冷蔵庫に入れないか、そんなことになんだよ。ちゃんとしろ、生活サイト一定しろ。鹿なんかそういう名前すんな、お前は。鹿じゃねえよ。鹿の方がちゃんと鹿せんべい食うわ。食い切るもん、あいつ。はい、行きましょう。全部残さずにな。全部残さず食うよ、あいつ。ぶち出しネーム美しすぎる受付嬢。はい。井口先生、こんな私を罵ってください。もう井口先生になってんだよ、それ。マリオだろ。マリオのピアノ先生とかじゃねえか。はい。長く続けたニート生活に終止符を打つべく、就職活動を始めたのですが、面接で嘘をついてしまう。だからやっぱりじゃねえかよ。おい、もう嘘つきばっかりだろ。それがね、もう染みついてんだよ、ブチラジで培った嘘つきが。嘘つくなって。嘘つかない、もう聞くなよ、ブチラジ。嘘ついちゃうから。嘘つきばっかり、こんなラジオある？嘘つきばっかり寄ってきやがってよ。何のためにやってんだよ。散々こっちが問いかけて問いかけて嘘ばっかつかれてんだよ、うん、何の意味があるんだこの放送に。勝手に配信して、無料で勝手に配信して、嘘つきが聞いて、嘘つきばっかりなこと言われて、嘘のメール来て、マジで何の意味があるんだよ。家から来てんだよ、こっちも。女性ばかりの職場に抵抗はないですかと聞かれ、うん、全く問題ないと嘘をつき、なんでその嘘。20代で結婚離婚してバツイチなのですが、うん、離婚したことを言わず結婚歴10年近いことにして、結果人当たりの良い家庭を大事にしている妻というとんでもない大嘘をついてしまいました。絶対に破綻するぞ。嘘の振り幅でかすぎるだろ。絶対無理が来るんだって。無理だろうが、その結婚離婚でね、バツイチのいう状況がいろいろあるにもかかわらず、人当たりの良い家庭を大事にしている妻なんて無理だから、そんなの絶対に。これから仕事が決まるまでは頑張って演じます。無理だよ。ご清聴ありがとうございました。嘘つくなって、まず本当嘘をやめろ、みんな。これからは嘘つきばっかりじゃねえかよ。2つの結婚を1個にしてしまうから、ね、だからそうでしょうね。バツイチなのをもうなしにして、その間ずっと結婚してることにしてますから。はい、行きましょう。ブチラジネーム、チンポコどっこいしょ。クソが、おい。クソブチラジネームが。チンポコどっこいしょってなんだよ。もうマジでいい加減にしろ。そんなのねえよ。もうやだわ。初投稿です。なんで初投稿でそんなんしてんだよ。河本さん、闇属性を司るドクロ使いさん、こんにちは。ややこしくてわけわかんねえよ、もう。僕は受験生なのですが、またか、おい。ついついちょっと待って、受験生もよく聞くな。聞く。よく出てくる。ろくでもねえよ、本当に。僕は受験生なのですが、ついついテレビを見てしまったり、うん、録音したラジオを聞いたりしてしまい、勉強に全く集中できません。いや、そりゃそうだろ、受験生なのにブチだけ聞いてるってやばいぞ、お前。このメールもセンター試験当日の深夜2時に勉強をサボって書いています。おい、絶対何の責任も持たねえからな、お前がどうなろうと。こんな僕を罵って勉強に集中できるような人間に更生させてください。頑張れよ、もう更生も何も、もうなんかブチラジのせいにしてくるのも怖いし、うん、名前がまずクソすぎるからもうダメだよ、こんなやつは。多分だけど落ちてるよ、お前センター試験。そうや、多分行きたい大学行けないと思うけど、まあせいぜい頑張ってください、本当にね。もう一個ぐらい来ます。はい、ブチラジネーム、跳ね上がり。お前も別に良くないけどね。僕はよく仕方をします。もうクズじゃねえか、本当に。そんな文の始まり、全てにおけるこの世にある文字の中でそんな始まりないから。主に興味のない話、面倒なことを頼まれた時等、かったるいことは大体仕方です。無理だろ、よく生きてこれたな、それで。そのせいではないとは思うのですが、先日唯一の友人兼舎弟であった、そんな扱いすんだよ。お前友達のことを兼舎弟にすんなよ。弟にまで LINE を。弟かしかも。もう、もうやだ、本当にやだ。さすがにやだ、ののしるやってきたけど、さすがにやだよ、もう。クズすぎるだろ。このまま僕はずっと孤独なのでしょうか。一人は嫌です。どうかこんな私を罵った上で友達になってください。いや、ならねえ、お前なんか友達に。言っとくけど、人生は大変なんだよ、お前ら全員に言うぞ、もうこれ聞いてるやつに。人生は大変なんだから頑張れよ、もう。基本的には嫌なことばっかりあるんだよ、もう。うん、RPG とかじゃないんだよ、もう。人生って魔界村だから。一発当たったら死ぬぐらいの恐怖で生きてんだよ。倒れても倒れ、たまに鎧手に入れるけど二発で死ぬんだよ。それでも何度も行くぐらいのもんなんだよ。うん、それぐらいの覚悟でもっと真剣に取り組めって。ちょっとダメージ食らっても生きるようなロックマンスタイルじゃないから、うん、魔界村だから人生は、もっと集中して生きろよ。人生は魔界村。魔界村だろ、生きていくことなんて魔界村なんだ。世界が歪んで見える。それをクリアしたところでなんか大魔界村とか始まるから、そういうもんだから、辛いもんなんだから、なんなんでこいつは本当に。
嘘つきとろくでもねえやつばっかりがもう最悪だよ本当に。鬼むずいけんな人難しいですからね以上ののしり先生でした。もうエンディングです。ブチラジはポッドキャストでも配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカーを希望する方は住所氏名を忘れずに書いてください。します。ちょっと本当に今日ねろくでもないやつがたくさんいるということが判明したんで、ね、こんなやつを引き連れてね日本放送とかジャンクいけないでしょもう、一回みんな構成してねちゃんとしてもらわないとぶち壊れる本当にみんなねディレクターさんとかもびっくりするでしょうからね、うん、誰が聞いてんだこのラジオってなりますからね、ちょっと嘘だけはつかないようにね、うん、まあ僕らどんどん疑ってはいきますんで。そうですね、勝負ですよ。嘘と信じないやつの勝負ですからこれはね、うん、このブチラジはね魔界村に見えてますから世界がそうです大体適当見えてんだから全員そのみんなレッドアリーマーに見えてますから、ね、なので、ちゃんとしたことがあればね構成した人は本当に送ってきてください。そうですね、よろしくお願いします、はい。もろもろ頑張りますんでいろいろ言いましたけど応援よろしくお願いしますね。ウエストランドのブチラジ今週はここまで。また来週さようなら。お疲れ様でした。毎週木曜日夜8時はウエストランドのブチラジー。